はい。どうもさきです。えー、今僕はですね、えー、うちの会社の方でやっております。田んぼ畑の方に来ております。はい。午前中はですね、えー、草刈りの方、えー、僕も実際に入らせてもらいまして、まあ、お昼休憩経ての今ということです。で、今僕がいるのはですね、わかりますかねこれ。何を植えているかわかりますか玉ねぎですね。はい。畑の方に来ております。まあ、結構ね、ぐんぐん伸びてますよね。この間見た時よりもはるかに伸びてる感じがいたしますが、はい。まあ、こんな場所で動画撮ってると。 でね、あの、まあ、いわゆる農作業というものをですね、まあ、今日は僕朝からやらせてもらってて、ある患者さんのことを思い出したんですね。はい。まあ、どんな方かというとですね、オンラインの、えー、リハビリの方で担当させてもらっているとある親子さんなんですね。娘さんとそのお母さんなんですけども。まあね、猫症状がこう出ててですね、まあ、だんだん意欲が低下して、まあ、あの、お家にこもるようになっちゃって、はい。まあね、猫いろいろお母さんの体を動かそうとかっていうふうにしてもなかなか奥がるというね、まあ、そういうタイプの方がいるんですけれども、その方がね、はい。 まあ一緒にお話をね、まだお話一緒にさせてもらってリハビリ入らせてもらってまだ数回なんですけども、どんなことをしたいと、症状が改善したらね、どんなことがしたいですかっていう話になった時にお母さんがね、ニコニコしながらね、また野菜を育てたいんだというふうに言ってたんですね。野菜を。はい。娘さん、隣にいる娘さんがね、すごいびっくりされててね、そんなことお母さんが言うなんてと。まあ元々そのお母さんね、田舎暮らしで野菜とかをね、まあ,あのずっと育てられてたんですけども、やっぱり認知症になってその症状が出て、まあだんだんとね、それもやらなくなっちゃったということで。 はいまあ、娘さんとしても悲しいですよねあれだけ元気にね動いてたお母さんが動かなくなっちゃってもう農業とか野菜育てるとかそういうことはもうねしな,くなるしなくなっちゃったんだなともう改めてやることもないんだろうなっていうふうに諦めてしまってたらしいんですねはいそれがですね、まあ、のい,いろいろねこうお話をさせてもらう中で、まあ、認知症状がそもそも改善するんだっていうことそのものをね、まああのまあ、娘さんは、まあ、ある程度知ってくれてたかもしれんけどお母さんとかにもですねこうちゃんと実感してもらうことによって。 まあ、おそらくね、こう、あの、やりたいなと思ってたことがね、こう、ポンとね、強く出てきたのかなというふうに僕は思っております。娘さんもびっくりしてました。それまでね、こう、お母さんなんかやりたいことないのっていうふうにこう、聞いてもね、編み物かなしいっていうなら、まあ、なんか編み物ぐらいだったらやろうかなーぐらいのね、ひねり出すようにね、あの、ちょろっとしか言ってなかったということだったんですけども、改めて野菜を育てたいっていうふうに、まさか言うなんてと、ちょっとびっくりされてたんですよね。はい。まあね、やっぱりそういったね、こう、あの、まあ、 なんて言いますかね、こう認知症状がそもそも改善するっていう,こう実感を持たせるというのもあの改善に向けて当然ね、あの向かっていく1つのエネルギー源になると思いますから、まあ、そういった、ね、事実を知らない方はですね、まあ、いろんな伝え方ではい、認知症状は、ね、改善するんだよとかこういうふうにしたら良くなるんだよと、えー、目標に向かってやっていけるんだぞっていうのをね、示してあげるのもいいんだなというふうに朝からね、ちょっと作業入りながらですね、実感、僕自身も思っていたところです。はい だからあなたもですね、あの目の前の方ね、もし症状が出ててね、こうあのずんと沈んでるんであればね、それがもし改善したらどうだろうとか、えー、改善した時にはね、一体何をしようかなというふうにね、こうイメージするというのもとても大事なんじゃないかなと思います。うちの代表、もともですね、こう改善をさっさとさせようと、はい改善をさっさとさせよう、その改善させた後何をしたいかをね、ぜひ考えてと、えー、いうメッセージをね、まああの、えー、以前、送られてたんですけど、見てくれた人もいるのかな。はいということで、まあそんなふうに僕も思います。 はい、ただまあね、あの目標を持つだけじゃなくて、やっぱり実現させるためにそれに向かってやっぱりやっていかないと、アプローチをしないといけませんから、はい、それもしっかりと、まあ、今回、例に挙げたその親御さんの場合であれば、もう僕、直接言ったんですけどね、やっぱり水をしっかり飲もうぜと、基礎的なところなんですけど、水が足りなか明らかに足りないお母さんだったんですね、だからやっぱり元気になろうと思ったら、やっぱり水分というものを、ね、しっかり取ろうぜっていう話をさせてもらったわけですけど、そういうのも含めて、評価に基づいて、えー、何が原因なのかを突き止めた上で、それを解消するためのアプローチはしっかり踏んでいかないと。はい いいけないなとだからそれが結果的にですね立てた目標に向かってちょっとでも進んでいってる近づいていってるっていう時間が持てればねもっとねモチベーション高くねやっていけると思いますんではい頑張りたいところですまあ僕もですねその辺あのしっかりとですね一緒にお話ししながらですねえー、と目の前の方が改善してほんでなんか目標にねちょっとでも近づいていってるっていう実感をねはい、えー、実感というかまあそういったねこう結果をね、えー、渡せれるように頑張っていきたいなと思っておりますははいまあ、今日はちょっっとね変わった形の 動画更新でした。最後玉ねぎね、これで。はい。<laughs> 終了します、ということです。はい。今日の感じは、今日の動画はこんな感じで終わります。見ていただきありがとうございました。また動画の方更新します。それまで。さよなら。